キャビーナはホンダ技研工業がかつて製造販売していたスクータータイプのオートバイである。キャビーナ90正面側面線1994年9月6日発表同月15日に発売された量産車としては世界初の屋根付き二輪車である。排気量別に 49cc、89cc が設定され以下の3モデルが製造販売された。搭載された 空冷にストローク単気筒エンジンはリードと共用のの AF20E 型、HF05E 型。車体色は紺色と黒色が設定された。本モデル最大の特徴である屋根はワイパーとウォッシャーを装備する全面大型ウィンドシールドと後方はクラブバーと一体化される状態で形成される。このためライダーの状態には走行風が直接当たることがなく、 ゴーグルやシールド付きのヘルメットを着用しなくても、異物が目に入る、危険性が低い。またオプションにサイドバイザーが設定され、装着することで雨を直接浴びることなく、走行が可能であるが、停車中に横から吹き込む雨や他車による水しぶきなどを防ぐ、構造ではないため雨量の多い状況では完全な、防御は不可能である。またバックミラーは、 上述する根構造のためボディマウント折りたたみ式とされた。屋根の装備により重心位置が高く、ローリングに対する完成モーメント並びに、全面投影面積の増大といった欠点を補填するために、同社製 125cc スクーター JAF レ3型、スペーシー125の1.255メートルより長い1.280メートルのホイールベースやフュージョンに次いで、 低い 670mm のシート口に見られるほか、バッテリー、燃料タンクなどの重量物を、車体中央部の低い位置に集中配置するなど、徹底した低重心設計とされた。49cc、89cc モデルとも一名乗車とされた、シート下部の大容量、メットインは、高章36リットルと、標準的な 50cc 級スクーターの約2倍である。 1995年に本モデルから屋根を廃した仕様となる姉妹車のブロードを追加発売したほか、1996年4月にマイナーチェンジを実施した。本モデルは以下の理由により市場に受け入れられず販売目標を大きく下回る結果となった。このためユーザーの多くは業務でオートバイの取り回しやすさが必要で突然の降雨でも、 レインコートを着用しないで済むことが利点として教授できるものに限定された。こうした声に応えようと1995年には常実したブロードを発売。1997年の第32回東京モーターショーには屋根部分を簡単に取り外し可能にし座席カメットインスペースに収納できるキャビーナコンバーチブルが参考出品されたが、 静天時の開放感と天時の利便性両立には複雑な構造となり市販は見送り。さらに1999年から排ガス規制が強化され同一エンジンを搭載していたリードは触媒採用の新エンジンに乾燥の上振るモデルチェンジが実施されたが本モデルは生産台数が近瘡で販売実績回復の見込みも立たなかったことから2000年製造終了となった。 ありがとうございます。